憎いやつは、しかし、すぐに、憎めないやつへ、転化する。郷川の素顔に触れたとき、球児たちの、ふてぶてしく、嫌なやつ。無表情で、何を考えているか不気味という郷川像は一変した。前年の夏、郷川初の完全試合を危した烏山ナイン。その翌週の県大会決勝で、再び作新学院と相まみえる。また、 やられるのでは怯えと恐れがない混ぜになり、ガチガチのナイン。試合前、外野を走っていた首相、棚橋誠一郎は豪側とすれ違いざま、声をかけられる。おい、熱湯らにいい女がいるぞ、耳を疑った。結構、面白いやつだなと、親近感を抱いたという。からかわれたんでしょうけど、嫌な気持ちはしなかった。印象を変えたのは、 保守の堀江隆も同じだった。豪川が打席に入るたびに、確かに、囁きが聞こえてきたのだ。審判に聞こえないくらいの声で、次はインコース。アウトコース。なんて話しかけてきた。逆の無惨状態ですよね特殊頭部支給を受けた怖さは、この時無償した。棚橋誠一郎が、ちゃちゃを入れる、堀江は、ほんと、 豪川に感謝しなきゃ。頭にぶつけられた直後の国語のテストで98点取っちゃうんだから。試合中のその囁きは、あちこちで目撃されている。3年夏、雨の甲子園で作新と激闘を演じた長師匠の一類種で、国際武道はじめ監督の岩井美樹も、その被害者の一人。豪川が、一度出塁してきたとき、今日の調子賞、強いなと言うんですよ。 そんなこと言うなよと返したら、審判から、死後は慎みなさい、って注意された。敵ながら、岩井美樹は、豪川ファンを隠そうとしない。3年時の春の関東大会、山梨では宿舎近くを散歩中、豪川とばったり。喫茶店でお茶した明るくてよく笑う男だったよ。甲子園での試合後、宿舎で、俺たち買っちゃっていいの。 みんな合川のこと見られないじゃん。と話していたら、電話が鳴った。取り継いだ監督、斉藤一これ夫人が、びっくりした顔で、電話よ。合川くんから。頑張れよって励まされた試合後には、準石井とルイスビルのバットを2本、使ってくれって渡された。お茶目で、話好きで、人に気を使いすぎる。およそ、 マウンドで見せる鉄面皮とはかけ離れた表情こそが、怪物の素顔であり、マウンドの顔こそ仮面のそれだった。同じ寮生、保守の亀岡エラミンは言う、尻が馬みたいにでかくてヒップアップしてるから、馬、はケツって呼ばれてましたよ。将棋もよくやったけど、怖かった小山中時代にバッテリーを組んだ小堀誠は、心根の優しさを指摘する。 相手の気持ちを考えすぎなんだよマウンド同様、わがままでよかったんだ。二年のある夜、野球部寮で豪側が、事件を起こした。練習方法をめぐって、当時首相の遊撃手、岩崎育吉に立てついたのだ。下級生がチーム方針に異論を挟むなど、多分。それでも義憤にかられ、己を捨ててぶつかった。夜中にベンチで泣いたよ。 野球をやめようとも思ったと豪川は言った。選抜の小倉南戦、7回を投げ終えると監督の山本里に、大橋、公園イコール写真を投げさせてくださいと願い出た。怪物を避けて、作新に来たはずが、陰に隠れて登板機会に恵まれない、控えを、おもんぱかった。あいつに悪いなって頭はいつもあった俺も、あのまま投げれば通算三振数は増えたんだろうけど。 その気遣いはその後も、自らが入ったことで巨人を追われた、小林茂る、10年1月17日、57歳で死去への、お詫びしたい思いとなって、現役中、稲、引退後もずっと引きずることになる。継承略イコール続く開きカッコ玉置きはじめ閉じカッコ。2017年4月14日付本誌掲載年齢、肩書きなどは掲載時。